皆さんこんにちは、どうもタバティです。今回なんですけど、数量限定で午後の紅茶からラフランス味が出たので、どんな味するのか飲んでみたいと思います。過去にぶどう味とかいろいろ出てますね。で、今回はラフランスということで早速飲んでみましょう。香りはどうでしょう。お、前回飲んだグレープ味の方が甘くて飲みやすいかもしれないですね。僕は甘いグレープ味が好きです。あっさり飲みたい方は今回出たラフランス味が好きだと思います。あれ、このシリーズいいですね。ラフランス感は薄いなと思いました。ノーマルの午後の紅茶に近い感じがします。もし少しでも気になった方は、ぜひコンビニへ足を運んでみてください。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では。